リナのシングポートレート。これはアイブの歌い手リナを掘り下げていく番組です。第12回目はファーストアルバムプリズマティカのイベントの告知を発表したいと思います。なんと8月9日金曜日に秋葉原もぐらさんにてプリズマティカのレコ初イベントが決定いたしました。イエーイ。はい、このイベントではファンクラブとイベントのみでしか買えないプリズマティカ初回限定版も購入できちゃいますよ。まだイベントの方の詳しい内容は言えないのですが、皆さんを楽しませられるような内容になっていること間違いなしですので、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、そんなプリズマティカ現在絶賛制作中でございます。ただいま私リナは黙々と作詞をしております。まだまだ言えないことだらけですが、絶対素晴らしいアルバムになると思います。そして間もなくテレビアニメガーリーエアフォースのオープニングテーマブレイクザブルー、そしてエンディングテーマカラフルウィングのセルフカバー、そしてアウェイクフロムザディープの日本語バージョンのレコーディングも控えておりまして、どんな感じで歌おうかなとただいま必死で練習中でございます。ぜひ期待していてください。ではまた第13回目もよろしくお願いします。リナでした。